皆さん、こんにちは。東京五輪卓球混合ダブルス金メダリストの水谷隼氏、35が、2024年10月26日放送のフジテレビ、ジャンクスポーツに出演し、ペアを組んでいた伊藤美誠選手とのエピソードを赤裸々に語りました。番組内で、水谷氏は東京オリンピック後に伊藤選手から LINE をブロックされたことを明かし、もう修復できないくらいの関係になったと述べています。一体その真相とは。また水谷氏は卓球界の恋愛事情についても興味深い話を次々と暴露していました。まずは水谷氏と伊藤選手のペアについて詳しく見ていきましょう。東京オリンピックで金メダルを獲得した2人ですが、そのペアの在り方は非常にユニークなものだったようです。水谷氏は12歳年下の伊藤選手に従うことで最高の結果を残すことができたと話しています。練習メニューや時間もすべて伊藤選手が決めるというペアのスタイルだったとのこと。水谷氏はただ立っているだけの練習の日があり、いる意味あるの？と伊藤選手に尋ねたところ、怒られたというエピソードを紹介。 MC の浜田雅俊さんが、普段は仲が悪いってわけじゃないでしょと質問すると、水谷氏は東京オリンピック終了3ヶ月後に伊藤選手から LINE をブロックされたと衝撃の告白をしました。水谷氏自身は伊藤選手との仲は良好だと思っていたようですが、多分こういうことをペラペラ喋るからなんですよと、自身のトーク内容が原因ではないかと推測。引退後も伊藤選手と会う機会があるためブロック解除をお願いしたところ、ごめん、もうアカウント削除しているから無理と言われてしまったそうです。それでももう一回、今度会った時にお願いしたいと諦めない様子の水谷氏。果たして伊藤選手の真意とは。世間の反応と合わせて考察していきたいと思います。伊藤選手の仕打ちに対して世間はどのように受け止めているのでしょうか。 SNS では、振られても振られても諦めない姿はさすが金メダリストだと思いました。これくらいメンタル強ければ何でもできるんだなと素直に尊敬します。子供の頃から顔合わせてる地元のお兄ちゃん的な存在だから、時にうざくなるのは当然というか自然。水谷くんも理解しているだろうし、しかし最近は伊藤美誠の自然体に対し風当たりがきついな、風に任せようといった応援の声が上がっています。一方で伊藤選手の心情に理解を示すコメントも見られました。水谷からすれば妹みたいな存在で、その感覚が未だに抜けないようだけど、伊藤からすれば自分のことをネタにする水谷はうざい兄的存在なのかもしれない。普通に先輩後輩の仲なら社交辞令的なつながりも保つだろうが、距離が近すぎる分リアクションも極端なものになる伊藤の場合、意外と乙女な部分があるのかもしれないね。テレビでの発言だから面白おかしく持っている可能性もありますよね。まあ小さい頃から知っている中で同じ競技で頂点を目指し極めた仲なので、本当はお互いにリスペクトし合っていると思うのだけど、まだまだお二人には日本の卓球を盛り上げてほしいな。伊藤選手は現役のアスリートであり、練習に集中したいという思いがあるのかもしれません。水谷氏だけでなく他の人もブロックしている可能性があります。真実は分かりませんが、伊藤選手なりの判断があったのではないでしょうか。伊藤選手からすれば今までビジネスというか事務的関係だったのだと思います。水谷さんが現役ならまた一緒にプレーする機会はあるけど、引退したからもう連絡不要と判断したんでしょう。水谷さんにそんなことをできるなんて大物ですよ。早田選手や平野選手は自分のことを話すけど、伊藤選手はあまり自分のことは話さない。水谷さんにネタにされるのは本当にうざいのかもしれないといった見方もありました。次に水谷氏が明かした卓球界の恋愛事情について見ていきましょう。引退後、水谷氏はぶっちゃけトークが増えたと言われています。2021年にはフジテレビ系特番トークイーンズに出演し、卓球界の恋愛事情を赤裸々に語っていました。自身を陰キャと表現した水谷氏は、ネットで草食男子の行動パターンを調べると自分が全部当てはまると苦笑交じりに打ち明けました。学生時代、女性にモテていたというバスケットボール部、野球部、
サッカー部への嫉妬心を漏らした水谷氏。女子アスリートが可愛く見える種目は？と尋ねられると、即座に卓球です。僕の妻も元卓球選手と答えています。さらに、卓球選手って卓球選手とみんな結婚するんですとコメント。その理由について、遠征とかも多いし、海外リーグに行ったりするのを分かってくれるのが卓球やっていた人だからと説明しました。選手同士の恋愛が多いとの驚きの告白です。もともと付き合っていた方が自分の知り合いと付き合っているとかと水を向けられると、それはしょっちゅうですと暴露。卓球界はすごく狭いと話し、誰と誰が付き合ったみたいのがすぐバーって広まるんです。この人とも付き合ったし、この選手とも付き合ったしみたいな、卓球場の中で元カノと今カノがいるみたいな、同じ空間にいるとかは結構ありますと明かしました。共演していた指原莉乃さんは、このセキララトークに、そんなの言っていいんですかと驚きを隠せない様子でしたが、水谷氏は、大体卓球界の人はみんな知っていますと不敵な笑みを浮かべました。混合ダブルスでペアを組んで付き合っていたとかありますし、一番気まずいのは彼女と対戦相手になることですね。元カノがペアとかありますよ、もちろんとトークは止まることを知りませんでした。この話題は2024年4月3日放送の ABC テレビ、これ余談なんですけど、でも取り上げられています。この日はバドミントン元日本代表でタレントの塩田玲子さんも出演。ペアを組むことが話題となり、水谷氏は卓球は他の競技と違ってダブルス専門の選手って一人もいないんですよ、シングルスがあってダブルスはおまけ程度なんですとダブルスの事情を説明しました。 MC のかまいたち濱家隆一さんから、男女でダブルスって練習時間もずっと一緒だから好きになったりしないんですかと質問されると、水谷氏は結構あったりしますね、卓球の混合ダブルスって結構カップル多いですとここでもぶっちゃけ発言。かまいたち山内健司さんが、混合ってどうやって組むんですか、お互いが組みませんかって言いに行くんですかと重ねて質問すると、水谷氏は基本的にダブルスはメインじゃないのでダブルス組みませんかって言うんですけど、仲良くないとなかなか言いにくいじゃないですか、だからカップルが多い、カップルで組もうかみたいな感じになるとダブルスでペアを組むパターンについて解説しました。さらに、元彼元カノで試合することめっちゃ多いです、あれ元カノじゃん元彼じゃんって見ていてわかるとここでも同様のことを明かし、なんならカップルだけど対戦相手ってこともある、相手が彼女相手が彼氏みたいな、めちゃくちゃ見ていて面白いですと卓球界の男女交際について深掘りしていました。これらの話は長年卓球界にいた水谷氏ならではの裏事情と言えるでしょう。 SNS では水谷氏の暴露に、卓球界の恋愛事情面白いな、卓球みたいに男女混合の競技だと大変だね、元カノ元カレがうじゃうじゃいる卓球業界すごいな、女子が可愛く見えるスポーツはって聞かれて、卓球って即答したのは良かったといった反応が。また卓球経験者からも、そして強い男子が可愛く強い女子をいただいていく、確かに元彼 VS 今彼の試合は見たことあるわら、元彼一応卓球部だったので今やってる水谷さんの言うことわからなくもないわらとの同意するコメントが寄せられたそうです。水谷氏の暴露話は視聴者の興味を集めていますが、一方で当事者の心情に配慮する声も上がっています。水谷氏と伊藤選手の不仲話はテレビでよく取り上げられるネタとなっています。中にはそろそろテレビ局もこのネタから離れて良いんじゃないですか、番組はほとんど局側が用意した台本通りなので、いつまでもこの話をさせられる水谷さんと、その度に名前を出される伊藤さんが気の毒ですという意見も。ただ水谷氏の様子を見ていると、話したがりな一面も垣間見えるのが実情のようです。卓球界の恋愛事情についても、他にまだまだ語られていない裏話があるのかもしれません。今回は水谷隼氏の伊藤美誠選手との不仲話と卓球界の恋愛事情について詳しく見てきました。
水谷氏の暴露トークは視聴者を飽きさせない魅力があります。一方で関係者の心情に思いを馳せることも大切ですね。卓球界の恋愛事情は男女混合の競技ならではの複雑さがうかがえました。トップアスリートたちの人間ドラマは私たちを引きつけてやみません。皆さんは水谷隼氏の暴露話をどのように感じましたか？また卓球界の恋愛事情についてどんな印象を持たれましたか？ぜひコメント欄で感想をお聞かせください。そしてこの動画が面白いと思われた方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画もお楽しみに。それではまた次の機会にお会いしましょう。